私が世間話をしている間にやられたりしてないね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速出発しよう。さあ今回のメンバーは、お、リミちゃん、そしてさっちゃん、そしてゆうかさん。モデレーター軍団でいきます。さっちゃん今ちょっとあれだよね、装備がだいぶ弱くなってるけど、あ、でもクイズマンなら大丈夫かな。ちょっと待った、いつまでも遊び心を忘れない。ご存知ミスタークイズマン、過去の出会いを覚えているかな。今日のクイズは私は誰、もちろんやります。それではレッツクイズ。私は誰、全部で3問、さあ行ってみよう。1問目、怪しい証人親子しずかちゃんはどの人。はい、言うてこれ一回さ、私データ消えて最初からやり直しとるけん全然そんなにがっつり覚えてないよね、最初と引き違うし。2問目、怠け者グデタマードの人、まあ、見た目で判断よね。正解、確かにグデタマみたいな顔や。3問目、ゆるい兵士顔なしはどの人。あ、でも全部わかりやすくってめっちゃ助かる。ね、お見事、おめでとう、ありがとう。君には参ったよ、これをあげちゃおう。 HP バナナを5本ゲット。余った HP バナナを宿屋に送った、ありがとう。ではまた会おう。さあそして宝箱、気になってたの。これは当然拾っていくでしょう。行くか、頑張るぞ。みんなチマッとしてて可愛いよ。お、2220ゴールド、結構やん。お、これは久々にめっちゃ大量のお金がゲットできた、嬉しい。これでね、また誰かを強化してあげられるよ。お、雪女たちが、ちょ、今さっちゃんがね危険だからね。キャー、大変、早速のビッグエポン、いいぞいいぞ。え、でもリミちゃんもそっか、レベルなんか、あー、なんてこと、サッチャーよりも先にやられてしまった。いいよ大丈夫よ、間違えても味方を攻撃してないから大丈夫。え、何、復活させようとしてくれた、ありがとう。全然復活してないけどね。え、でもだいぶ耐えてない、さっちゃん。ね、そしてちゃんと回復も。え、何、一回復活させようとして失敗したからもう復活させないんですか。え、すごい、さっちゃん普通に耐えてんだけど。いいね、おお、いいぞいいぞ、勝利、頑張った頑張ったよ。お、リンちゃんレベルアップ、メガファイヤーを覚えた。敵一匹に巨大な炎をぶつけて大ダメージを与える攻撃魔法、おお、いいやん。そしてもうちょっとでアユナがレベル上がりそう。あの怪物図鑑で見た、怪物図鑑があるんかな。お、ハートのダガー、これはゆうかさんやろ。いいねいいね、さあこれで強化していく。ハートのダガーかわいい。何気にそういうところに女子力。
い、それじゃあ料理を、まあ、1個しかないけれど、お任せで。お、よかった。大丈夫やったね。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。ゴシックパンクコーデが欲しいです。これ誰のやつ？あ、あれか、さっちゃんか。コーデってやつはさっちゃんのやつだね。はい、来たー！やったね。とりあえず、防御力を、防御力をきちんとしておかねば。はい、さっちゃんに渡します。あー、もう全然変わる。さあ、どれがいいかな？この青いやつかわいいけん、これにする。はい、そして、お小遣い、久々にいっぱいあるけんね。はい、めぐちゃん、クジャクの扇。買ってきて。よしよしよし。また優雅な感じのね。さあ、それじゃあ、でもまだ2216あるんか。いけるかな、あと1人。あ、ダメだったわ。あ、若干足りてないわ。じゃあ次、また別のメンバーで行きますか。あ、ゆうかさん、また行く？はい、ゆうかさんと、キャンディーさんと、お、さっちゃん。はい、この4人で行こう。またしても、またしてもモデレーター軍団で。で、一人変わったけどね。行くか。図鑑はね、私昔植物図鑑とか、あと動物図鑑とか虫図鑑をめちゃくちゃ見よった。なんか知らんけど、小学生の時さ、図鑑見るのすごい好きやったんよね。なんでやろう。物語とかそういうやつよりもすごい好きやった。めっちゃ読みまくるっていう。しかし知識はあんまり残ってないです。しかも今思えば虫図鑑とかよく見れたなって思う。あんなの今の私が見たらそっと押しそうなんやけど、やばい。気持ち悪すぎる。誕生日プレゼントとかにもね、私なんか動物図鑑買ってもらったりとかさ、どんだけ好きやねんっていう。結構頑張ったね。お、あゆながレベルアップ。よきよき。やっぱり今一番レベルが高いのはあゆらなんかな。どうなんやろ。お、ガサ。草むらに何かいる。もちろん調べるよ。怪物が飛びかかる。マジかー。猫じゃないんか今回は。絶対影にとかおらんかったやろ。特にスノーマンとかめっちゃ調子いいやん。何、寝転んでたのって感じやし。みんな正気よ。全然大丈夫でしょ多分。多分。お、 HP バナナ大事。いいぞ。ん、あとスノーマンだけ。もう頑張って。ネガキュア。攻撃はまだわかるんやけどさ、回復技ってどうやって手助けしようやろうね。みんな回復技が使えるってこと？ちょっと私にはよくわからないわ、その辺の仕組みが。大丈夫？全然平気です。アンコール。お、オッケー。そして挟み撃ち。よし、よきよき。やめてよ、結構攻撃しょぼいな。お、いいぞ。この消滅の瞬間めっちゃ好きなんやけど。パニッシュメント。もうちょっとレベルが上がりそうよ。また頼りにしてるよ。ありがとう。頑張っていきます。暗くなってきた。星でも見ない？
綺麗な星空だな。綺麗な夜空だね。あ、流れ星。欲しいものを3回タッチ。よし、頑張ります。来い。まあ、お金はね、あ、そっか、3回タッチか。え、ってことは、まあ、とりあえず全部タッチしとけばいいんか？お金ゲットできたんじゃないこれ。叶うといいな、願い事。うー、来たー。お金でしょ？流れ星からのプレゼント？1750ゴールドゲットー。おー、いいよ、いいよ、いいよ。またこれ強化できるやん。願いが叶ったね。あれは1個だけとは限らんってことかな。いいやん。やがて夜が明けた。やっぱ寒いけんさすがに外はないか、もう。今日も頑張ろう。キャンディーさんはまだまだ眠そうだったけど。ね。なんか今にもあくびをし始めそうな感じだったよ。はい、上に行きます。旅って勉強になるな。まあね、することとかいっぱいあるやろうし、特に人のパーティーやけんね。勉強になることはいっぱいあると思う。お、一匹だけかーい。ていうか大活躍。これでもう一回全体攻撃をしてもらえれば助かるんやけども、一匹なんだな。ポジティブに行こう。ポジティブさ大事。一匹ずつ確実に仕留めていく感じね。おー、すげえ、今の避け方かっこいい。満点かな。ありがとう、満点よ。結構今なんか落ち着いた感じの色が多いね、服装。お、さっちゃんレベルアップ。よきよき。私が頑張らないと。次宿屋に着いたらまたなんか強化していくけん早く着きたいな。まあ、まずは、ルーレットで回して、タダで手に入るもんがあるんなら、そっちでタダで手に入れた方がいいけんね。これは、目はあるのか？なんかよくわからんねえけど。あ、これあれか。奪っとる顔の一部は、口か。あとは目は違うんやね。なるほど。HP バナナ大事。そうそうそう、ちゃんとね。お、なになに？焼きバナナ。いいね。私焼きバナナあんま好きじゃないけど。冷凍バナナは好きなんやけど、ちょっと焼かれるとね。なんか前にずっと気になっとったバナナチップス食べたんやけどさ、全然美味しくなかった。ちょっとバナナチップスは私には合わないな、と思った。でもなんかドライフルーツのさ、なんかドライフルーツのオレンジとパイナップルはめちゃくちゃ美味しかった。ファミマで売り寄るやつがめちゃくちゃ美味しかったよ。まあ、他のところのは食べてないだけないけど。みんな大丈夫か？私が世間話をしている間にやられたりしてないね。寝るの？寝ちゃうの？マジで？お休みじゃないよ。体力回復は大事だけれども大事だけれども。お、起きてる。いつの間にやら寝てるのか。まだまだいけるよ。まあ、頑張っていこうじゃないか。今回は大量にお金も手に入ったし、よきよき。どうした？風？
キャンディーが風邪をひいてしまった。しっかり眠ってね。ハプニング久々すぎてちょっとびっくりした。レベル2ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。はい、それじゃあキャンディーは風が治るまで旅に出られません。なんてこったい。元気でみんなで旅を続けましょう。しょうがないよね。じゃあはい、みんなご飯を。食事にも出られんのや。もう何、布団で食事をとるっていうことかな。そういうことか。はい、ゲームコーナーでルーレット。デーモンの槍をください。これはミラさんだね。ちょうだい。あーダメだなこれ。HP わらな1本だな。ほらー、まあでも最近いっぱい使うからしょうがない。はい、そしてお小遣いはどうすか。ハートのステッキ。だいぶ攻撃力低いもんね今。やばいやばい。いいよ、かわいいよ。美少女戦士的な感じ。ほい、そして、ゴールデン手袋よし。ここはピッコーちゃんに。星の葉っぱかわいい。もみじやんね、要は形的に。さあ、あと246円しかないから、とりあえず2人強化できたっていうことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあっこの旅人の街のキャラクターどれぐらいのお願いを聞いたらその先に進めるんやっけ。じゃあいまいち把握できてないよね。